どうなかだというこさあ今日も早速参りましょうエクストリーム現代社会夢を叶えるぞへ <laughs> ザ・ベストセラーさあやって参りました。ついに夢を叶えるぞやってみたいと思いますよ。夢を叶えるぞね。これ、まあ、売れたわけですよ。何百万部ね、その後、ね、ドラマかアニメか、さらにはですね、もうこれ。 4まで出てるって言うんですよ。1,2,3,4ですよ。売れに売れ続けてるという、これ夢を叶える像。ね。リクエスト多かったんですよ。みんな夢叶えたいんでしょうね。夢を叶える像やってください。夢を叶える像やってください、中田さん。ね。あったんですけど、僕ね、ごめんなさい。これね、予習するまでね、正直毛嫌いしてたんです。なんでか、売れすぎてた。中田ね、天野塾のとこあるよ。ね。売れすぎてるものね、アナドルフシあるよ。ね。 まあまあ言ってもね、すごい売れちゃってるんでしょうけども、それさあ、読んで夢叶う夢叶えるぞ、読んで夢叶えました。なんて、そんな上手い話あるないでしょって思ってたの。読んだよ、ついに中田。面白い面白いしかも売れてる理由がまあわかりましたね。 ええ、まずはだからね、なんでこれ売れてんだよ。これ読んで夢叶うのかよって疑ってる人にこそね、私の話ちょっと聞いてほしい。私読んでね、確信した。これは売れるし、面白いぞと。しかもめちゃくちゃためになるんですよ。だからベストセラーの理由の解説からいきたいと思うんだよ。私は。ね。これ聞いてほしい。なんでベストセラーになったと思うこれね。まず、予想外に中身が濃いんです。ええー、と。 表紙見てよこの抜け感のある表紙何これ子供が描いたのかなみたいなさ可愛い,い牛、牛じゃんこれ象がね象が寝転がってんだけどもリラックスできそうじゃん何かさもうこんなのとさ夢を叶えろみたいなこんなのさお前も今すぐ秒で動けみたいなこんなさビジネスモードがすごいさ激しいでしょ ねえ。これで俺は売り上げ何千億突破したみたいなね。稼げ稼げみたいなね。ああいうさ、本が並んでる中で夢を叶えるぞ、ですよ。これ可愛いじゃない。だから侮っちゃうのよ。これどうせ中身ペラペラでしょねえ。なんか、ねなんかポワーンとした人たちがさ、ポワーンと読んでさ、ペラペラの内容見てさ、あははなんて言ってるんじゃないのって思ったら中身が濃いんですよ。これ中身が濃いんですよ。 どれぐらい濃いかと言いますとですね。これ実はどういうお話かっていうと、中身の本質的なところだけ言うとね、これ実は偉人伝習なんですよ。ええ、そうなのなんとなくさ、像と主人公が対話形式で話してるっていう設定だけはなんとなく知ってる人いると思うのこれその通りなんですよ。夢を叶える像っていう、ガネーシャ像のね、神様っているじゃね ね、インド神話とかに出てくるガネーシャっていう像の神様。ね。その像の神様のお土産にさ、祈ったんだって、うだつのあがんね、主人公がさ、なんかわけのわかんね、赤坂のパーティー行っちゃってね、芸能人とか野球選手とかそのセレブリティパーティーに行っちゃったんだって、行ってさ、自分のね、まあ普通に会社員やってんだよ。で、普通の自分も頑張ってるよねって思ってたんだけど、そういうセレブリティを見てさ、比較しちゃったんだって、ね。それで帰り道むせび泣いてるわけよ。うわーなんて悔しいです。ね。 成功者たちに比べて僕はなんて惨めなんだ、ね、もっとねもっと成功したかったのにってねそれで一生懸命自分探しした時のねこうインドに旅行した時のお土産のガネーシャの銅像に向かって祈るわけよ俺,俺,だ俺もっと成功したかったんだよーっつってそれで寝るわけで起きたらガネーシャがボーンって現れるっていうファンタジックな設定それはなんとなく分かってるねなんとなく聞いてる人もいるかもしれないこういうなんかさ優しい設定だから面白いから だから売れたんでしょって思うんだけど、中身が濃いんですよ。で、これガネシャが言ってくるってことはですね、こういうことをした方がいいよ。成功するんだったらこういうことをし,なさしなさいよって言ってくるんだけど、それのバックボーンとして、いろんな偉人たちの行動とか過去のエピソード、発言とかを引き合いに出してくるわけなんですよ。これね、読んでハッと分かった。これあれやん。って世界的名著。 人を動かすっていう本の実は日本版なんですよ。人を動かすっていう本の解説も私 YouTube でね、YouTube 大学でやってますから、過去やってますから、よかったら見てほしい。よかったらこれも見てほしい。これ見た後で比較してほしい。完全にこれは世界的な伝説の名著人を動かすの現代版の日本版なんです。わあおちゃんとヒットの法則にのっとってんの。しかもそれを今っぽく、しかも 柔らかくユーモラスにしてんだね。だからめちゃくちゃ中身はかつての大ヒットの方法をうまく取り入れてんのよ。ナンパな作品じゃないんだね。ちゃんと作ってあんだね。その上でじゃあどうユーモラスなのか。このガネーシャンのキャラクターよ。 ねえこのガネーシャっていうキャラクターがさ、ありがたくさ、神だぜ。だって象の形した神がさ、ありがたくなんかさ、こう、頂戴させていただくのも言葉をいただくのなんか、硬い感じがする違う違う。関西弁で、ヘビースモーカーで、暗密が好きっていうなんか、絶妙なキャラクターなんだよね。こういうキャラクターに必要なもんって何かわかるドラえもんとかキンマンとかアニメいっぱいあるでしょキャラクターに必要なものってね。これ中田分析で、ね。 好物と弱点。ドラえもんの好物はドラ焼きだよね。お、筋肉マンの好物は牛丼だよね。じゃ、弱点。ドラえもんの弱点はネズミだよね。筋肉マンの弱点はマスク剥がされることだよね。ヒーローとかキャラクターには必ず好物と弱点があるの。そこもヒットの法則が入ってんねこのガデーシャ君可愛いなって思うってうのは、口調が 非常にカジュアルな関西弁で、ここが神様とのギャップになってるよね。その上で、み密が好き。だけどヘビースモーカーな一面があるとこれ逆転じゃない。えー、これが親しみやすいんですよ。このユーモアでもってですね、伝えていくんですけども、まあ、これね、人を動かす2.0と言っても過言じゃないのは、これがね、なんと対話形式だってとこなんだよね。 主人公とこのガネーシャが対話して、つまりガネーシャ側がさ、言ったらドラえもん的なやつなわけですよ。ね。のび太くんこうした方がいいよって言うわけですよね。こうした方がいいんだよね。こうせよね。これをしなはれやなんて言うわけですね。ところがですね、この主人公がですね、ちょうどいい凡人なんですね。このちょうどいい凡人ってめちゃくちゃ必要なんですよ。 なんでかっていうと、これ対話形式でちょうどいい凡人がですね、そんなこと言ったって、こうじゃないかっていうことでですね、読者に寄り添えるんですよ。正直、偉人の話になってめっちゃ遠く感じるでしょ。偉人はこうやってたんだぞ。だからお前もこうやれ。そんなこと言ったって、それは偉人だからだろ。僕みたいな凡人はいろんなこと言いたくなるのよ。読者はそれをね、言いたくなっちゃうわけ。それで距離作っちゃうとさ、 要するに本との距離ができるわけですよ。ところがちゃんとちょうどいい凡人が設置されてるんですね。主人公として。で、そいつがガネーシャに反論するわけよ。そしたら俺たちは思うわけですよ。そうだ、そうだ、そうだガネーシャ、お前が言ってることはな、綺麗事なんだよ。そんなこと俺たち凡人にできるわけないだろってこと言ってくれるわけ。そしてそれをうまくストレスを 受け止めてくれた上で、さらにガネーシャがそれに反論をすることで、なるほどねってさせられるわけですよ。あ、じゃあなるほどねと。俺たちの意見もちゃんと書いてあるし、その上でガネーシャの言ってることは納得できるかもしれない。うまい。うまいんです。この作り方が、まあもうヒットの法則のですね、もうコンボコンボコンボなんですよ。ね。つまり人を動かすの中身を用いながら、 ガネーシャというですね、非常にドラえもんとかキンニクマンみたいな、非常に愛らしいキャラクターのヒットの法則を持って行き、さらに我々の代弁者も設定することによって対話形式にしてですね、会話形式だから読みやすいし、こっちの代弁者もしてくれるから、こっちのストレスがかからないという、もう、つ部計算され尽くしてる。そりゃ売れるわ。そりゃ売られるわです。ね。でも皆さんこれ読んだよと。 読んだ上でねなんかドラマも見たとか読んだって言ってね「はい聞きたい夢叶いましたか?」どうでしょうすいません中田さん読んだんですけど読んだんですよ読んだ記憶はあるんですよでもうううろ覚えなんか「うろ覚えの時点でダメでしょ」って。 うロ覚えなんだったら完全に読み散らかして終わったんでしょわかるよ。わかる。ね。でもこのね、夢を叶える像で言ってることってのはですね、うろ覚えで済ましていいようなことじゃないんですよ。なんでかって。まあやれたらいいからじゃね絶対にやれることがいっぱい書いてある。それはもうね、習慣にして、 あれ読んで以来ずーっとやってますって。そういう人と、読んだけど内容忘れたって人で完全に二分します。その後の人生完全に二分すると言っていいでしょう。これ読んだこと全部ほぼ覚えてて、ほぼずーっと今も実践してますって人。すごいよ。それなんですよ。それができるんです。今日のこの動画見てね、思い出してください。そして今度こそね、これやり続けましょうよ。なんでってね。 絶対誰でもやり続けれる習慣しか書いてないから。ワオ。できないこと言わないよ。このガネーシャなんといろんなこと言ってくるんですね。なんと29個もの課題を出してくるんです。一日一個ずつやってくれればいいからと。一日一個ずつ学んでくれればいいからと言ってですね。一日一個ずつ課題を与える。でもその課題に無茶なのが入ってたらどう司法試験合格してちょうだいなんて言われたらもうおしまいだよね。ギャーなるよね。ああ、もうおしまいですよ。ね。 なんかそのジャニーズのオーディションを受かってちょうだいな。すーさんもう無理ですよ。ね。終わりでしょでもそうじゃないの。全員が、才能があろうがなかろうが全員ができる課題しか書いてないんですよ。はい。じゃあなんで忘れちゃうのかななんでそれをできないのかなさあ来ましたよ。このガネーシャの言葉をみんな聞きたいでしょ今。 今もう早くおい、仲かったと。早くガネーショのちょうだいよ。早くちょうだいよ。焦るな。焦るなって、ガネーショの言葉をすぐ聞こうとするから、すぐ忘れるのよ。この本で最も大事なのはどっちか分かってないね。本当に大事なのは、凡人主人公の言葉なんだよ。こっちにですね、こっちに失敗の法則が詰め込まれてるんです。 これを今回私には解説したい。ね。この本の解説する人たちの動画見てごらんなさい。みんなガネーシャの解説してるよ。ね。いろんな本のようやくチャンネルあるかもしれない。でも中田は一味違うんだから。聞いてってうちのだけ見てりゃいいんで他のチャンネル見なくていい、見なくていい、見なくていいよ。中田達彦の YouTube 大学が最高峰にして最善だということ私は証明したい。それはなぜか。みんながこの本の解説今までしてきたよ。ついに中田登場しました。ガネーシャの言葉聞かせないぜ。 なかなか聞かせないぜ。なんでかってそっちは成功者の言葉だからだ。でも最も大事なのは成功しない人たちの行動だとは思いませんかそう。この主人公が言う言葉にはですね、成功しない人たちの鉄則が含まれてるので、そっちまとめていきましょうよ。成功できない凡人の鉄則。それの第一位が、秘訣とコツを求める。これです。秘訣とコツを求めるんですね。 この主人公は言うんですよ。ね。何個かアドバイスをいただいた後でですね。いやいやガネーシャと。そんなのはいいんだよ。もっとあるだろう。もっとさ、秘訣っぽい秘訣あるだろうって言うんですね。そしたらウが怒りながら言うんですね。ああ、お前が言うてんのはな。例えば、自分が動かずにお金に働かせるとか、そういう類の話か。そうそうそう。自分が働かずにさ、お金に働かせるみたいな秘訣っぽいじゃん。 それやったらもうお前の本棚見てみ言うわけですね。えなんて。あるやん、そんな本あ。開いてみ。付箋入れてるやん。もう見てるやん。そうなんですよ。秘訣みたいなものっていっぱい溢れてるでしょで、いっぱい今までも聞いてきたでしょでも成功できてないんだよね。それをなんでかってことを考えたことあるここから始まるんですよ。面白いですね。 確かに秘訣ってたくさん溢れてるよね。成功者の言葉ってたくさん溢れてるよね。いっぱい聞いてきたんだよ。成功したいから。だって成功したいんだよ。泣くぐらいセレブリティーたちを見て悔しかったんだぜ。赤坂のパーティーに間違って潜り込んだことで、もう自分とお金持ちとの間のもう運命の差を見て泣いちゃったんだよ。悔しいですっ,って。だから成功したいからいっぱい見たんだよ。でもね、それで終わりなんだよ。 はい、来たよ。なんか、もうこれの時点で主人公と自分一体化してない夢を叶える像を読んだけども何にもならなかった自分と、いろんな成功本を読んで何にもならなかった自分って一緒じゃないそうだね。じゃあ何が間違ってたんだろう聞くときの言葉に現れる。細部に現れる。秘訣は何ですかコツは何ですかはい、秘訣、コツって何ですか 秘訣とかコツっていうのは、そこさえ抑えておけばっていう、近道のことじゃないそうだよね。強くなるコツは何ですかって言われてさ、1日100回聖剣好きしなさいっていう。1日1万回聖剣好きしなさいって言われたら、いや、あの、そんなことはいいんで、秘訣を教えてもらえますかって言いたくなるよね。これの連続なんですよ、実は人生。 成功できない凡人はなぜか近道があると思い込んでる。これなんです。うわーお、ズドーンガネーシャの言葉早くちょうだいよーパクパクじゃないよ。近道を行こうとするなもう首根っこグーンですよ。グーンなって。むち打ち状態です、今。待てと。何を近道行こうとしてるんだと。近道があると思っていましたよね。 だから、ガネーシャの何か一つの言葉でいけると思う。待て待て待て。近道がないんです。なんと、成功してる人がやってることってのは、近道ならぬ。地道なんです。全部が地道なんです。だから、超地味なんです。これをやれ、あれをやれっていうのがですね、なんと全部地味なことなんです。だから、 嫌なんです。やるのが。すごく嫌なんです。一日一万回政権付きをされた、され、しろと言われたときにすごく腹が立つんです。みんな。嫌です。なんでかって超面倒くさいから。この錠剤を一粒飲めと言え、その方がいいから。私たちが読んできたドラえもんとなんか違うじゃん。ドラえもーんって言ったらなんか出してくれたじゃん。 そういうの出せよドラえもん、ザイアンにいじめられたんだようんじゃあ、のび太くん、これから毎日腕立て伏せをしようって誰が見る腕立て伏せの巻きじゃねえよ。ポケット捨てたろかと。燃やしたろかと。腕立て伏せの巻き、ジョギングの巻きじゃねえよ。そんなさ、キッズリターンみたいになるかボクシングマンが初めの一本みたいな、そんな話じゃないからみんな見てた。でもそんなことはないんですよ。 だからね、成功しない凡人の決定的な特徴が、秘訣を教えてください、コツを教えてくださいって言っちゃいがち。これ絶対言わない方がいいですよ。成功者にこの質問を投げかけた時点で成功者はですね、あなたのことを完全なる凡人マインドだと見てですね、一切ちゃんとしたことを言ってくれません。なので、秘訣、コツを教えてくださいなんて絶対達人に言ってはいけません。その時達人は思うんです。 舐めてんのかって。秘訣を教えたら、一発でお前達人レベルなれると思ってんのかってなるんですよ。それ、どの達人でもそうです。か、ね、居合の達人だろうが、空手の達人だろうが、喋りの達人だろうが、どの達人にでもですね、なんかコツ教えてくんないですかねって言ったらですね、こいつ舐めてんなって思うんですよ。なので絶対言ってはいけない。でもこれ言いがちなんです。その上ですね、それを言ったときにですね、 優しいんです達人は精神的にも鍛えられてるからだからなめてんだろうな,なこいつって思ってても教えてくれることがありますその時大体が地道なんですよねはいここでですね地道なことを聞いてですね地道にやれる人これ成功者候補ですよねでも基本やらないんですねそういう時にですね自分からコツを聞いといて言われたことをですね 絶対にやらないという特徴があるんです。これね、成功しない人がですね、絶対にある特徴としてですね、あの、どうしたらいいでしょうかアドバイスを必ず聞きに来るんですね。アドバイスをむちゃくちゃ聞きに来るんですけど、絶対にやらないという特徴的なですね、動きを見せるんですね。なるほど。でもって言ってくるんですね。何がでもなん成功者が成功してない人に、 こうしたらって言ったのよ。なんで上に立てるんどういうことどういうことどういうことなんでデモが出てくるんデモなわけないやん。だって結果出てないのに。結果出てないやつがなんで結果出してるやつにデモって今度逆に教える側に立とうとするんっていうトンチンカン行動ですね。必ずやるんですね。いや、でもそれは、 それは効果がありませんとか、わけのわからないことですね。効果がありませんって、なんで言えるん効果出してないやつがなんで効果がありませんの方法わかってるんこんなパニック現象がですね、世間ではですね、むちゃくちゃ振り返ってますんで、これ必ず分析してください。コツ秘訣聞きに行って、その上で教えてくれたものに対して絶対にやらないというのを見せたらですね、なるほどと。これがもう鉄の凡人だなと。 これ、鉄の凡人なんですよ。鉄の凡人必ずですね、アドバイスを聞き、そしてそれをやらないというですね、ぜもう、もう,もうトレーディングカードに書いておいてください。鉄の凡人、下、ね。アドバイスをとにかく聞こうとするが、絶対にそのアドバイスを実行しないというですね、すごい特徴を持ってます。このレベルゼロのやつね、めちゃくちゃ多いんですよ。このカードめちゃくちゃ見るんで、もう、もうファイルにちゃんと入れといてくださいね。そう。三つ目の特徴。それは、 結局、行動しないなんですね。ただね、この行動しない時にもねですね、特徴が現れるんですね。めちゃくちゃ雄弁になります。なぜかわかりませんが、しれっと行動しないっていうことはですね、さすがに格好悪いっていうのはわかってるんでしょうね。ものすごい逆転裁判かなっていうぐらい自己弁護しますからね。ギギアりとか言ってね。 私がなぜこれをしないのか。それはこうこうこういうことをしてもったいないからである。以前もこういう考えを持ったことがあったが、その時も私は眠くなりました。人間、ストレスが一番良くないと思う。そんなスト、そんなことをやったら必ずストレス、いろんなこと言いますよ。ストレスが一番良くないとかね。訳わ,わかんないですよ。ね。 お酒は飲んじゃいけないよとか言ってね。えぇーとか言ってね。でもお酒を我慢したらストレスで死んでしまいますからとてわけのわからないぐびぐび飲み始め。そうそうなんだ、その、その急にストレスで人が死ぬっていう理論めちゃくちゃみんな使ってくるんでね。皆さん、ストレス、ストレスを貯める方がやばいですからっていう盾持ってきたやつを見たらですね、いたって言ってくださいね。 ストレスを貯める方がやばいですからじゃないよお前さっきまで夢叶えたいんですって言ってたじゃねえか夢叶えたいんだろジャイアンに勝ちたいって言ってたよな、伸びた。なこのスパルタン、スパルタンドラえもんですね。ドラえもん S ですね。ドラえもんスパルタンですね。 おい、伸びた。ね。ジャイアンに負けたんだろう。よし、これから一緒にジョギングしようぜ。一緒に走ってやるからさ。まず、有酸素で、その、な、たるみ切った体を絞、シェイプしてな。あと、ドラ、あの、お前、ママに、そう、一緒に、あの、お菓子ばっか食べてるからな。それも少し減らして、それ筋トレしようぜ。そしたら、1ヶ月、2ヶ月したらね、効果出てくるから、ね。筋肉質になったら、ジャイアンもな、その、お前のことな、あの、穴取ってこないから、頑張ろうぜって言ったら、でもドラえもん、考えてよ。ね。 これから僕が甘いものを食べれなくなったらどうやってストレス解消すんの僕は甘いものをストレスで解消してんだよ。ストレスを溜め込んだら人はダメになるよ。あとそのね、いきなり暴力に持ち込もうっていうのも良くないと思う。ね ジャイアンがさ、もう殴ってくるっていうことに対して僕は言いたいのに、そんな筋トレをして、じゃあなんかそれが防御になるって、それデータある防御になるって、これデータあるのかなないと思うな。あと僕は筋肉質になりにくい体質だと思うんだよ。人には向き、不向きがあるから、そのドラえもんの言ってる筋肉を増したらジャイアンに絡まれないっていう意見は、僕はちょっとどうかと思うよとか言って寝るんですね。すごいんです。自己弁護めちゃくちゃするんで。 これね、鉄の凡人の第三の特徴がですね、何もやらないのにむちゃくちゃ喋るっていうやつがやるんですね。何もやらない理由だけはむちゃくちゃ浮かぶっていうですね、鉄の凡人っていうキャラクターいますんで、これ絶対にですね、自分がそうならないようにしましょう。たった三つの特徴です。近道を探し、地道なアドバイスを言われたら絶対にやらず、やらないときにむちゃくちゃ言い訳するっていう、 この鉄の凡人三特徴だけはですね、絶対に覚えてほしい。そういう主人公がこの本の主役なんですよ。面白いですね。さあ皆さん、この主人公のあり方っていうものをですね、しっかりと自分の中でですね、落とし込んでですね、あ、なるほどなと。つまりその逆を行けばいいのねっていうマインドに今もうなってますよね。そうですよね。鉄の凡人の逆が黄金の成功者ですよ。 黄金の成功者の特徴っていうのはつまり三つなんですよ。成功者の地道な努力をしっかりと見つめ、それを素直に受け取り、そして言い訳をせずに毎日続ける。それだけなんです。 黄金の成功者の特徴はたった三つ、それは鉄の凡人の裏側にあるんですよ。たったそれだけのこと。成功者の地道な努力とスタンス、毎日の日常的な行動にこそその秘訣があるとしっかりと理解し、それを素直に自分で模倣する。それを言葉ではなく行動で続ける。これだけです。 これしかありません。このゴールデンルールが分かっていただいてからお待たせいたしました。メインディッシュ。ガネーシャの言葉たちの登場です。さあやってまいりましたね。これでようやく食べる準備ができてるんですね。偉人伝をいち早く食べようと思ってますね。食べ方のテーブルマナーが分からないお客様に出してもですね、べちゃべちゃにテーブルを汚しておしまいだったんです。だから、気送り残ってなかったんですね。 皆さん、この夢を叶える像、読み方が違ったので覚えてないんです。ここまで準備していただいてから、まあ読んだら入ってきますから、読んでいきましょう。その1、ガネーシャ言うんですね。靴磨きなはれ。地道地道靴磨いて翌日成功するイメージ持てないんですけど、という皆さん。なんで翌日成功する方法があると思ったここですね。 靴を磨くマインドが大事なんですよね。靴磨くマインドってどういうマインドですかここを理解しましょう。ね。そこで引き合いに出されているのがイチロー選手ですね。いやもう日本人にとって誇りですよね。メジャーリーグであんだけの大成績残すってことはもう地道の、もう地道の中の地道。イメージもありますね。イチロー選手ってのはねこう自。自己管理のために同じものを食べ続けたとか、地道にこう練習し続けたイメージもありますよね。そんなイチロー選手。どういう特徴あったか。 ね。メンバーがね、同じチームメイトが帰ってもですね、自分のグローブを入念に磨いている男だったにやってっていうことをガネーシャが言ってくれるんですね。イチロー選手ぐらいね、あんなイレース選手だったら、なんかスポンサーからさ、新品のグローブガンガンをもらえそうだよね。ね。新品のグローブガンガンもらえるんやから、一日一個捨ててもいいんじゃないですかっていう発想。違う違う違う。 むちゃくちゃ大事に道具使ってたんですって。皆さんの商売道具って何ですかそれを言ってくるんですよね。でもどの人にとっても靴って結構商売道具としてね、共通するもんありますね。特に会社員の方とかね、足元を見られるからなって言われてね、足元を見るっていうのはね、要するに靴の話ですよね。ね靴磨きの少年はね、そのこうパッと顔を見なくてもね、その人のね、 ええ、裕福さんなんか判断できるよって言いますけど靴に現れるっていうのはいい靴を履いてるかどうかってだけじゃないんですよ。靴の手入れですこれね芸能人でもすごい人いましたよ。AD さんで出世する AD と出世しない AD を見分けるっていう人がいたんだよね。できる AD とできない AD パッて。 どうやって見分けるんですか靴見るんだよ。靴がボロボロな AD は絶対に出世しない。逆に、どれだけ下っ端の扱いを受けていても、靴がしっかりと手入れされてる AD、そいつは必ず出世する。だから無限に扱ってはいけないぞ。そういう芸能人がいたんです。えぇ、ー、面白い要するに何でかっていうと、これ靴って汚れやすいでしょだから一番汚れが目立つんだけど、一番顔から遠いから自分ではさ、 手入れしようって思わないと手入れできないんだよねっていう絶妙ななアイテムなんだよだから先人の知恵が言ってるわけこの人自分の道具を大事にする人かなつまり細部を丁寧に扱う人かなここなんだよね机ボロボロになってませんガチャガチャになってません自分の商売道具雑に扱ってません靴綺麗に見えてますかこういうところにですね 成功者は油断しないと。なるほどやりましょうやるしかないでしょうなんでって靴を磨くなんて誰でもできるからです。道具がないんだったら買いましょうそんな高いもんじゃないですよね革靴とかあるでしょあとね、靴修理屋さんとかあるじゃないですか。ね行けばいいんですよ単純に物を丁寧に扱う。それさえきっちりやればいい。 でも、これ難しいのはですね1回やったら終わりじゃないってことなんですねそうなんですこの夢を叶えるぞなぜみんなが読んだ後、忘れてしまうか1回やれば済むっていうことが載ってないんですよやり続けなきゃ意味のないことしか載ってないんですよだから忘れてるってことはやり続けてないってことでしょだからその人の夢は叶ってないんです シンプルに夢を叶える像の内容を忘れてる人が夢を叶えてるわけがないと私最初に言ったのがこのシンプルに続けなきゃいけないということが載ってるからなんです。だから忘れてるわけないんです。これやってる人は。靴磨くときに思,思い出すんです。ガネーシャ言ってたもんなって。なので今日から地道に道具を、道具を丁寧に扱う。やりましょう。 そしてそれと類似するようなことがまた出てくるんですね。トイレを掃除しなさい来ましたねー。トイレの神様ってね、言葉ね、歌ありましたよね。トイレには宿ってるんやで、みたいなね。なんか神様いるんやで、みたいなね。そうなんすかー、言うてね、多分通り過ぎてたと思いますけども。あれどういうことかってことですよね。トイレにも神様いるんですね。あ、そうですか、お疲れさですって、ね。神様は分かりませんけど、って違うんですよ。 なんでトイレ掃除トイレ掃除ってみんな言うのかここを理解してるかってことなんですよ。えわかりますなんで経営者はみんなですね、トイレ掃除が一番大事だぞって言うのかわかりますみんなやりたがらないことってことです。みんながやりたがらないことっていうのをやれる人、これを成功者は求めてるんです。だってさ、 みんながやりたがることって、みんなやりたがらない目立つ華やかなさ、そういうポストもあるよね。だけど、そこってみんながやりたがるから、そこをやったって、別にトップの人間は、うん、まあやりたいよね、としか思わないんだよ。だからその部署の中でさ、なんか表彰状を受け取るとか、 みんなの前でさ、ね、最後挨拶するとか、それでやりたいじゃん。褒められる役で代表一人とかやりたいじゃん。ね、目立つさ、なんか広報の仕事とか企画とかクリエイティブはやりたいでしょね、企画クリエイティブかなんとか第一課のエースとか言われたいじゃん。だけどね、そういう人じゃないのよ。社長が見てるのは。社長が見てんのは、黙々と、 これ俺が汚したんじゃないぜっていうようなところを掃除している人なんですよ。これができるかできないか。だから、ここで引き合いに出されるのが松下幸之助なんだよね。松下幸之助、あの、松下電器のね、作った、もう日本の方のね、この経済成長のさ、もうカリスマですよ。だから、ジョブズ的扱いでね、日本人が高うをあがめてきた人。その松下幸之助。 井の一番に出社してトイレを掃除してた。ええー。大社長が。分かってるんだね。この精神を忘れてはいけないと。みんながやりたがらないこと。ここに、ここに、神は宿る。ここなんだよ。それと同じようにね、あの、ホンダ。ね、ホンダ技研、バイク、車のホンダ。ホンダ総一郎。これ、並び称されるね。松下幸之助、ホンダ総一郎。並び称されるね。そのホンダ総一郎はですね。 工場の端っこにトイレ作んなかった。なんと、ど真ん中に、ど真ん中にトイレを作ってですね、みんなでそれを掃除するんだっていうことをですね、徹底した。一緒なんですよ、マインドは。やりたがらないことをやる。ここにね、実はね、もう逆にね、この本、ここだけでもいいと俺思ってるんですよ。トイレ掃除ができるっていうことは、言われてないトイレ掃除ができる人っていうのは絶対成功する。 なんでかっていうと商売と人生の本質がかかってるからなんですそれ何か成功者というのは人を最も喜ばせた人間のことであるここなんです人生は喜ばせ合戦なんですね自分へのご褒美これを増やしたくてみんな成功者になりたいって思うじゃないですか。 こんなものが食べてみたいこんな暮らしをしてみたいでも違うんです成功者ってのは何で成功してるんでしょうかそれはたくさんの人にですね喜ばれているからなんですねあるある会社の商品はたくさんの人に喜ばれてるからたくさん買われてるその対価としてお金が入ってきてるわけですよね喜ばれるかどうかなんです喜ばれることをするっていうと難しそうでしょ でも、人が嫌がることをする、人のやりたがらないことをやるっていうふうに言い換えたらどうでしょうか人のやりたがらないことって地道でめんどくさいことじゃないですかそうなんです。地道でめんどくさいことを誰よりもやっている人というのが実は成功者の定義だったんですよ。この靴磨きとトイレ掃除、 この二つだけで、もう真理は説明終わります。なんとこれだけでもういいんですよ。成功者の法則って。人がやりたがらない地道で、だけどみんなに喜ばれること。だってみんな使うでしょ、トイレは。会社にあったらみんな使うんですよ。みんな使うから綺麗だとみんな嬉しいんです。でもみんなやりたくないんです。そういうことを率先してやる。だからみんなに感謝される。それだけ。 でした。はい。これすごいですね。こういうお話、さらに深掘っていきましょうよ。なるほどなと。靴磨き、トイレ掃除、嫌だよね。言われてからやりたいね、せめて。言われてからみんなが見てる前でやりたいね。で、やったよねって、翌日にはもう絶対に褒められたいね。3ヶ月間褒められずにトイレを掃除することは不可能だと思う。 俺の中のリトル俺が言うよ。俺3ヶ月トイレ掃除してんのに誰も褒めねえってどういうことだよふざけんじゃねえぞ、お前ら。一け、シャーシャーとトイレ使ってるけど俺3ヶ月掃除してんだからな。ぼっ殺してやるってなってもおかしくないよ。それぐらい面倒くさくて地味じゃない ?3 ヶ月掃除してけど誰も褒めてないっていう時想像してみる多分職場全員嫌いになってると思うよ。誰かそろそろ褒めろよって。だけどそれを褒められなくてもいいから。 やり続けるっていう、それ、そのたった一個の門を開けるだけで成功者の道待ってますから。なんでかというとね、誰かが見てるから。必ず誰かが見てるから。褒められなくても必ず誰かが感謝してるから。信じよう、人間の目を。そんな中、第3行くぜ。この1に理解したら3入ってくるんですよ。お釣りを募金しなはれ。来ましたー 寄付お金を誰かに寄付するということが一番理解しがたいお金に関する行動なんでって。 なんでって言いたいの分かるよ。なんで寄付しなきゃいけないんだよ。俺お金持ちじゃないんだぞ。俺よりお金持ちの方が絶対地球上多いんだから、そいつらが寄付しろよ。そいつらが全員寄付したっていう証明書を持ってきたら俺がその後寄付してやるよ。それでもなんだ俺よりもっとあいつの方が、あいつの方が裕福なのに。それでもさ、あいつらとあいつらは寄付してないんだぞ。なのに俺が先に寄付しないと、お前は俺のことをダメな人間だって思うのか俺は必死なんだよ。明日のお金だって必死なんだよ。俺はまだドンペリも飲んでないし、ランボルギーニだって乗ってないんだぞ。 美女をはべらしてイエーイとか人生に一度やってみたいだろそれもやったことがないのに、なんで俺は身も知らない人間にお金をあげなきゃいけないんだよかわいそうだと思わないか俺のことを俺は美女をはべらしてイエーイもランボルギンでビューンもやったことがないのに、なんで人にお金をあげなきゃいけないんだよっていう皆さんの気持ちわかりますよ。わかります。わかってますよそうでしょう なんでシャトーブリアンを食べたこともないのにドンペリを飲んで美女と大騒ぎしたこともないのにそのお金を見知らぬ人にあげなきゃいけないんですかわかりますよ。聞いてください石油王ロックフェラーね石油王ロックフェラーは石油王だからだろ 中田、<laughs> なか石油王ロックフェラーの話をすんなよ。石油王だから1割やったんだろう。ビル・ゲイズだっていいことやってんのはものすごくお金持ちになったからだろう。美女とイエーイをやり尽くしたから飽きちゃってもうわけわかんない偽善行動に走ってるんだよ。そうだよ。芸能人がたまにああいうことやってんのも全部売名行為に決まってるよ。いい人だって思われたくなったんだろう。もうシャトーブリカーも噛み尽くしたし、ドンペリも飲み尽くしたし、美女とイエーイもやり尽くしたから飽きちゃっていい人だなって思われたくなって罪滅ぼしのようにやって だけだろ勝手にやってろよ勝手にお金配ってろよ俺だって ZOZO ゾゾタウンをさ、創業してたらお金配りたかったよこいつでーって気持ち分かりますよ。落ち着いて。でもね、石油王ロックフェラーは若い時から成功する前から自分の収入の1割を寄付するという行動をやってたんです。そうなんです。逆なんですよ。 成功したから寄付するんじゃないんです。寄付をするような人だから成功したんです。逆なんですよ。受け入れ難いと思いますが、寄付をする人だから成功したんです。パニックですよね。わかりますよ。ああ。なんでなんで寄付をしたら成功するのかわからない。思い出しましょう。人生とは何だったか。 人を喜ばせるという人喜ばせ合戦なんですお金を全部自分のものだドンペリと美女でイエーイって人はそういう考えが全部外に伝わってますお金を稼ぎたいなぜならドンペリを美女と飲みたいからという顔をしてるんですでも寄付を1割するってことはどういうことか 稼いだお金は自分のものだけじゃない。それでお金の使い方が分かってるってことですよ。お金というのは何か価値を生んで初めて効果を増すんですよね。10万円金庫にあったってしょうがない。でも10万円何かビジネスを始めて、何かに、その、その、それを誰かにお願いするときに、その人が何か仕事をしてくれて価値が生まれ。そういうふうに循環していくもんなんだっていうマインドがあるってことなんです。 寄付をするっていうことはそれをですねああ俺はもらってるんだからあげようねそれがこう循環していくんだと貢献して貢献するために俺はお金を稼いでるんだから喜ばせようじゃないかっていうマインドの最たるもんなんですねみんな言うんですよ金持ちになったら寄付するってだから金持ちになれないんです 寄付をするから金持ちになれる。そういうことが分からない。厳しいお話になりましたね。今すぐコンビニに行きたいですね。欲しくもないきシしり通るのガムを買ってお釣りを入れたいですね。お釣りを入れて、入れに行きたいですね。まあいいんですよ。今日からですから。 ね。後悔したってしょうがないんですよ。今日から変えましょうよ。僕も変えます。ね。寄付していきましょう。ね。寄付して褒められたいんだろう、お前はというマインドを捨てましょう。はい。しれっと寄付しましょうよ。ね。それが誰かのためになる。喜ばせ合戦なんです。なるほどなと。さあ、次行きますよ。笑わせろ。来ました。笑わせろムッズ思いましたよね。 笑わせるはむずくないっすかって面白くあろうとしたその姿勢を好きになったんだよ大事なのはサービス精神だ必ず道が開ける感謝を丁寧に伝えるってことはね地道だよ成功者というのは人喜ばせ合戦の勝者なんです毎朝1時間の生配信と「 週3回の授業観覧互いに夢を応援し合う仲間と出会える詳細は概要欄のリンクから私はあなたを待ってますキクユーチューブ大学インボイシー全公編ノンストップでバックグラウンド再生も可能移動中や作業中のインプットに最適です概要欄のリンクからどうぞカードゲーム「ゼノ10種類のカードが高度な心理戦を生み出す分かりやすいルールで2人から5人までプレイ可能 頭脳を駆使して勝利をつかめ。